はい、こんばんは、山井陽と申します。さっきまでどこにおるかというと、三重県四日市市の堀木一丁目二丁目どっちだったっけ、もう忘れちゃったら怖いな。どうぞ、四日市堀木店に来ておりますよ、いうことでございまして、なんでこんなところにおるのかというと、今日は新企画がスタートするからでございますね。何をやっとくかというとね、そんなにもう昔話ではありません。ターミナル企画でございますね。と言ってもね、まあ、いわゆる、大手さんと、ね、ところだと、それだけズドンとね、大型企画みたいな感じでいつもやってますね。金通さんとかメイツさんとかやってましたけど、今回はどこでやるかというと、たるみ鉄道さん行ってみようというわけでございますね。まあ、うちの動画でもちょろちょろっとはね、たるみ鉄道さん話題に触れてきました。養老鉄道行った時にね、ちらっと話題に触れたりだとか、あとなんだとか、まあ、大垣に行った時にはね、ちらちらと割と触れてますし、何の時だったっけ、あれだ、あれどこだったっけ、穂積駅構内にある名所案内完全制覇の旅ってね、あれやった時に、北方幕府駅から実際に乗ってますよね。森来の方行くやつじゃなくて、あっちの方にね、小垣の方に行ったときに乗ってますけど、あの時はあれですね、見事に電車を乗り逃してしまって、目の前で電車が、駅を出発していくっていうね、悲惨な、ことかありましたけどね。うん、あそこのターミナルをやろうと。ただね、こうやって今までやってきた、そのターミナルっていうと違って、もうターミナル2駅しかないっていうパターンなんですよね。まあ、養老鉄道もね、路線図で見るとまっすぐなんですけど、大垣駅のところでね、それぞれが東丹駅東丹駅でぶつかっていてっていう形になってるんで、大垣駅がね、本当のターミナル構造になっているんで、まだね、ちょっと見応えがある感じになりますけど、まあ、今回のところ完全に1社で1路線だけっていう形なんで、もう2駅ね、支店と終点で、終わりになったんで、さすがにね、これだけだとやばいんじゃないかというところなんですけどね、今回はね、そのあたりね、ちゃんと対策を考えてるわけでございますよ。何が、あったかっていうかな、ちょうどね、今日これ撮ってるのは4月なんですね。4月2日なんですけど、多分上がるのは秋とかになってるんじゃないかな、なんですけど、だからぜひね、来年の花見の、参考にしてもらったらいいんじゃないかなと思うんですけど、ここの本巣駅っていうところが、端っこの駅なのかな、片方が大垣駅が、支店で、本巣駅が下りの終点の方になってくる、あとからやってるはずなんですけど、その本巣駅からさらに先に行ったところにですね、本巣じゃない、垂水駅の、さらに先のところにですね、有名な字と桜で、薄墨桜っていうのがあるんですよね。淡いっていう字に、淡いっていう字に墨って書いて、これで薄墨って読み方をするんですけど、これちょっと独特なんですけどね。ここの桜がすごいぞっていうのは、噂はね、もともと聞いてたんですよ。だけど、そういや、結局一回も行けてなかったなってことで、あ、そうだ、ターミナル鉄道の企画だけだと、ちょっとここ弱いんだけど、桜を見に行くっていうね、このやつをね、付け加えれればね、うん。まあ、企画としてもだいぶちょっと、いい感じになるんじゃないかなということでございましてですね。まあ、実際のところは別に弱い企画だろうが関係なくやっちゃうんですけどね、本当は。っていうところがあったりするんで、今日は朝から起きてね、まあ、朝の、ちょうど7時ジャスト、っていうところなんですけど、やっていこうかなというわけでございます。まあ、ちょっと早速、ちょっと駐車場が、来混んでるんで、出ようかな。満車になっちゃったな。よし。朝っていうかね、夜明けくらいに混むんですよね。なんかね、堀木のあたりはその結構、夜中の4時、5時ぐらいにね、結構、夜勤終わりって感じのね、人がわーっとやってくるっていうイメージがあるんで、あれなんですけど、本当は、実はまあこれね、まあ、ネタ話をしとくと、なんでこんな車内で撮ってんのだって話なんですけど、なんか、いつぞえの、どこだったっけ、あれは。
名古屋駅、名鉄か、名鉄ターミナルに出た時の、なんか構造に似てますよね。同じようなところらへん、今走ってるんですけど、実は時間帯も似てるというか、まあ、今日のがちょっとまだ早いんですけど、本当は今日、5時半ぐらいには、出発、起きてね、出発して、今どこに向かってるかというと、これ、桑名駅に向かってるんですよ。これもどっから聞いた話だよね。そう。完全に、だから、名鉄の時と同じようなパターンで、ちょいと寝坊しました。名鉄の時ほど致命傷になるほどではないんですけど、ちょいと寝坊しまして、本当は6時10分ぐらいに出る、平等鉄道に乗って、行こうかなって思ってたんですよ。思ってたんですけど、残念ながら今の時間からいくとね、結構微妙なあれになってるっていう。そう、本当はその感じで垂水鉄道の方に、向かっていくのにね、8時40分ぐらいに出る、やつですね。大垣駅を、に乗って行ったら、いい具合でつけるんじゃないのっていう計算だったんですけど、まあ、ものの見事に、寝落ちしてましたですね。タイマーで1回起きたんですけどね、なんか2度寝しちゃいましたね。怖いな。最近あれですね、普通年取るとね、早起きになってくもんなんですけど、まあまあ早起きは早起きなのか、5時起きだからね、今日もで、そっから結局寝落ちして6時に目が覚めたんで、別に遅起きではないんですけど、ただね、予定では6時過ぎの、には、どこだ、桑名についてね、っていう予定だったんで、やらかしてんなということでございます。ちなみに最近のドライブ動画、ちょっとこのノイズを結構拾ってたんで、一応軽く対策をしてみたんですけど、どうでしょうね。もうちょっと本格的な対策もしたかったんですけど、ちょっとね、準備が間に合ってない、いろいろと。この動画もね、なんかほっといたら、多分今のペースだとほっといたら年末の企画になってそうで怖いんだよな。まあいろいろとあれでやってましたんでね。まあこの辺りももう桜は満開ですね。あ、新小杉経由の四日市行きだ。まあ、とりあえずね、桑名駅まで向かってきますよと。ああ。話すことを思いつく前に花粉症でしんどい。ああ、まだ花粉は飛んでますね。一瞬落ち着いてきたんで終わったかなと思ったんですけど、じゃあかな。ヒノキかなんかなのかな、もう。なんか、また。ちょっと調子悪いですね。まあ何よりともあれね、とりあえず桑名駅に向かって行くと、桑名からだと多分ね、早いので行くと、JR もしくは近鉄でね、名古屋駅に出て、名古屋から新快速でね、大垣に向けていく。特快でもいいのか、特別快速でもいいですけど、一応それがセオリーな生き方になるはずなんですけど、物理的にはね、陽動鉄道を使っていた方のが近い、っていうのもあって、運賃もね、そっちは安くなるんですけど、普通の運賃でもね、そうなんですけど、この陽動鉄道まで行く方法だと、ちょっとね、裏技的にね、安く、済ませる方法もあるんで。
まあ、今日はね、その辺りもね、ぼそっと、入れながらね、やっていきたいと思います。実際、シートカーは、説明は、その場で買うときにね、説明していこうかなと思います。なんでね、今回はこのまんま、ポーンと、飛ばない駅まで飛ぶと思います。で、ね、間でなんか喋ってるのはね、カブちゃんの方に回していきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。あ、ちょうどいいや、止まるから切れるから、こっからサブちゃんって書いてね、使うよっていう基本報告していきます。